アンドレアス・コルネリウスは、デンマーク・コペンハーゲン出身のサッカー選手。デンマーク代表、トラブゾンスポル所属。ポジションは FW。デンマーク語の発音により、近い表記は、アンドレアス・コニーリウス。2012年、FC ・コペンハーゲンで、プロキャリアをスタートさせ、4月9日、オーフス GF 戦でデビューを果たした。2012から13シーズンは、 リーグ戦32試合で18ゴールを記録し、リーグ得点王となり、2013年のコペンハーゲンの年間最優秀選手に選ばれた。2013年6月、850万ポンドというクラブ史上最高額の移籍金でカーディフシティ FC へ移籍したものの、8試合の途中、出場に止まり無得点だったこともあり、2014年1月2日に、 就任したスールシャール新監督の構想外となり、遺跡金500万ポンドで FC コペンハーゲンへで戻ることとなった。2017年5月2日、遺跡金350万ユーロでセリエ A のアタランタ BC に遺跡。2018年8月31日、2018から19シーズンの遺跡ウィンドウが閉まる1時間前にリーグアンの FC ジロンダンボルドーに レンタル移籍することが発表された。契約には700から800万ユーロでの買い取りオプションがついている。2019年7月18日、パルマカルチョ1913へのサイローン移籍が決定した。デンマーク代表として各年代でプレーし、2012年9月8日、チェコ代表戦で A 代表デビューを果たした。2013年3月22日、 2014 FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のチェコ代表戦で初ゴールを記録した。ありがとうございます。